始まりました、まるちゃん編集の高村です。今回は私の普段使用しているポーチの中身をこちら LINE フレンズと YG エンターテインメントのボーイズグループトレジャーが作ったキャラクタートゥルーズのマルチユースポーチを使って紹介したいと思います。最後に使用感もお伝えするので、ぜひ最後まで見てください。まるちゃん、まずはじめにトゥルーズなんですが、このひょっこりと覗いているデザインになっています。このキャラクターがトミー、ウーピー、チリ、ルル、ヨチ、ボンボン、ヒー君、ソム、ポドン、ラウです。で、ポーチはこの持ち運びがしやすい持ち手付きと、あとこの開けやすいダブルファスナーで、中は裏地がピンクになっていて、トゥルーズがプリントされています。で、ここにはクリアポケットあって、ここの中にはオープンポケットがあります。大容量なのでマルチに使えます。私が普段使用しているのはこちらのちょっと透明の袋をポーチ代わりにしているんですけれども、この中身をマルチユースポーチに移し替えていきたいと思います。こんな感じになりました。アイライナーとか、あと目薬、あとまつげとかスコーン、あとここのオープンポケットにはちょっと細かい綿棒とかボトル、あとブラシ、リップ、マスカラ、クッションファンデとかパウダー、アイブロウとかチーク、アイシャドウと、結構しっかり入りました。じゃあこれをちょっと締めてみます。という感じで結構ぎっしり入ってます。こちらはセブンネットショッピング、セブンイレブン限定発売の自立するメイクポーチとカードケースになります。こちらの自立するメイクポーチは、こっちもひょっくりしたトゥルーズたちのデザインと、後ろにはトゥルーズたちがおります。でこれもダブルファスナーでこうやって開きます。でここにはゴムバンドと、こっち側に3つのポケットがあります。でカードケースはクリアのポケットが20枚で、全部で約40枚入ります。こちらは両方とも税込みで2959円、1月25日発売です。いかがでしたでしょうか。トゥルーズマルチユースポーチ、1月25日発売です。お値段は税込みで2915円、全国の本屋さんにて販売になります。ぜひチェックしてください。この商品のここが知りたいという方は、ぜひコメント欄で質問してください。それでは次回の動画で会いましょう。